巨人とエルバフの全ての謎の答え合わせ。現在物語もクライマックスを迎えているワンピース。そのピースで最も注目されているのが巨人とエルバフの全ての謎の答え合わせ。エグヘッド編の後にはエルバフに行くことが来ている戦の麦わらの一味ですが、新巨兵海賊団とは、ハイルディンとサウロは、王子ロキとは、北欧神話との関係とは、そして巨人族であるかつてのジョイボーイとの関係性とは。ということで今回は巨人とエルバフの全ての謎の答え合わせについて徹底考察したいと思います。なおワンピース第1111話までのネタバレを含みますのでご注意ください。まだ見てない方は必ず動画をここで閉じるようよろしくお願いします。それではどうぞ。突如としてエッグヘッドに現れ、絶賛注目を集めているエルバフの戦士たち。しかしエルバフの戦士といえば、実はもうすでに麦わらの大戦団として麦わらの一味に加入していますよね。麦わら、俺には巨人傭兵の4人の仲間がいる。そいつらと共にいずれ全巨人族を束ね、かつて世界を震撼させた巨兵海賊団を復活させてみせる。第799話、麦わら大戦団に加入した新巨兵海賊団の船長ハイルディン。そしてハイルディンの他にも新巨兵海賊団には第500話で実は登場していたハルディンの幼なじみスタンセン、第898話の扉で登場した航海士ロード、899話の扉で登場したコックのゴールドバーグ、そして901話の扉で登場したセン・イーゲルズという4人のメンバーが描かれています。そして小田先生は巨人族が脚光を浴びているこのタイミングで第108巻の SBS にて興味深い質問を取り上げています。第1066話で小原に来ていた巨人たちはハルディンたちですか？よく見てますね。そうです。他にもたくさん巨人たちは来ていましたが、見えた3人はそうです。船長は誰だったんでしょうね。新巨兵海賊団の船長はハイルディンだから、この集団を率いていたのはハイルディンじゃないのと思った人も多いと思います。しかし小田先生のこの回答をそのまま受け取るなら、新巨兵海賊団の船長はかつて別の人物が務めていたということ。そして実はこの船長こそ巨大な戦いに参戦するもう一人の巨人族であり、新巨兵海賊団創設者の一人なんです。では一体誰がハイルディンたちを従え新巨兵海賊団の船長をしていたのか。結論から言うと、かつての新巨兵海賊団の船長は元海軍中将ハグアルディ・サウロ。その根拠はサウロの生存確定、オハラの書物を救うという行動とハイルディンの夢の2つです。では一つ目の根拠、サウロの生存確定とエルバフへの印象についてです。エルバフからやってきたようだが、彼らはこの文献の価値を知ってる。船長は全身に包帯を巻いた妙な男だったが、第1066話のドラゴンの口からほのめかされたサウロの存在、これらの描写からサウロの生存は 99% 確定していたんですが、アニメ第1097話にてサウロの生存が 100% になりました。そしてアニメでは包帯を巻いていた男の全貌がカラーで描かれていて、その髪型、髪色がしっかりサウロのもので、漫画では描かれていなかった顔も少し明かされています。そして第1066話でドラゴンが言っていた全身に包帯を巻いた船長は間違いなくサウロ本人であり、第108巻の SBS で小田先生が言っていた小原に来ていたたくさんの巨人たちを率いていた船長はサウロなんです。では2つ目の根拠、小原の書物を救うという行動についてです。先ほど取り上げたんですが、第1066話ドラゴンの話によると、エルバフからウエストブルーの小原まで巨人たちを率いてきたのはサウロということになりますが、ここで重要となる疑問が一つありますよね。それはサウロはエルバフを毛嫌いしていたのに、どうしてエルバフの選手を従えているの。実際に392話ではロビンに対しサウロはエルバフみたいな野蛮な連中と一緒にするなと言ってますし、エルバフの選手を野蛮というのであれば、巨兵海賊団の船長としてエルバフの戦士を率いているのは不思議な話ですよね。さらにエルバフの巨人族は根っからの戦士の一族で、本来であればオハラの書物なんて興味を示すはずがないんですよね。つまりサウロとハイルディンの間で何かしらの話し合いがなされた結果、サウロが新巨兵海賊団の船長を務めるという結果になったんです。では一体何が元海兵と巨人傭兵という異色の2人を協力関係にさせたのでしょうか。それはオハラの事件とハイルディンの夢、全巨人族の王になるのが俺の夢。第770話、ハイルディンが口にした全巨人族の王になるという夢、これは文字通りですね、サウロなど他の国の巨人族を含む全巨人族を束ねるということになるんですけども、ここまで見てきた通りですね、一部の巨人族はエルバフの戦士を毛嫌いしています。つまりハイルディンの夢を叶えるにはエルバフ以外の巨人族の信頼を得なければいけないんです。そしてそんな折にオハラの書物を救いたいエルバフ嫌いのサウロがハイルディンたちの前に現れる。そうハイルディンは自分の夢の第一
歩として、エルバフ出身ではないサウロを救って協力することでエルバフ以外の巨人族とのつながりを築こうとした。さらにですね、分かってるが今回の事件はさすがに聞いたよ。俺は戦える軍隊を作る。第1066話、ドラゴンはですね、大原の事件をきっかけに戦える軍隊を作ると決意。そしてドラゴンはもともと海軍に所属していたということが第1097話で明らかになり、正義を見出せなかったから抜けたと語ってるんですが、サウロが海軍を抜けた理由も海軍の正義に疑問を持ったからです。加えてサウロもドラゴンも D を名前に持つものであり、ドラゴンと同じく大原の事件を通じ海軍や世界政府を完全に敵と見なした人物。全く接点などなかった2人がなんと一気にいろんな点で繋がったんです。そう、サウロはドラゴンと同じように大原の研究を守るため、そしていつか世界政府と戦うためにエルバフの戦士と協力し、ハエルディンと共に新挙兵海賊団を作る決意をしたんです。結成当時は実際にサウロが大原に行く必要があったので、サウロが船長として活動はしているものの、大原の研究が生きているとバレれば政府に狙われる。よって現在はサウロは身を隠しハエルディンに一任しているとすれば辻褄が合います。また第1066話のベガパンクの話では、サウロも大原の研究を進め、ニカのことについても詳しくなっているはず。さらに現在はベガパンクによって世界の真実が全世界に放映されようとしている状況で、仮に世界の真実が知れ渡るともはやサウロは身を隠す必要はありません。さあ、ワンピース史上巨大な戦いに参戦してくるキャラがまた一人見えてきました。政府を打倒する解放の戦士ニカが復活したこと、そして世界に真実が伝わったことをきっかけに、サウロは再び表舞台に登場。未登場の多くの新挙兵海賊団の戦士を率い、ルフィたちの味方として世界政府に立ち向かう展開となるんです。そしてその戦いの終了後、新たな巨人族の世代を代表し、カエルディンと共に2人1組で全巨人族を統合する。エルバフの戦士たちが崇める戦いの神エルバフと太陽の神ニカ。ここまでエルバフにはですね、エルバフとニカという二柱の神が信仰されているという事実のみが明らかになってるんですけども、なんでですねエルバフは多神教になったのか分かりますかね。また巨人族全員が信仰する主神は存在しているのかというふうにですね、多くの謎が残ってるんですよね。実はこの巨人族の神々に関する謎を見ていくことで、ワンピースの中でも大きな謎の一つ、ジョイボーイの正体を明らかにすることができるんですよね。では未だ誰も明らかにしていない巨人族の神々の秘密について、知る心の準備は皆さんよろしいでしょうか。ズバリ、全巨人族が崇める神は2柱存在し、1つ目の柱はですね、全巨人族の始祖ユミルをモデルにした神、もう1つの柱はですね、太陽の神ニカなんです。ではここからは結論に至るためにですね、エルバフと北欧神話ユミルについて、太陽の神ニカと北欧神話について、この順番で進めていきたいと思います。エルバフは作中で登場した数々の描写からも分かる通り、北欧神話をオマージュした世界観で構成されていると思うんですけども、エルバフの作中においての北欧神話との共通点を紹介する前に、まずは北欧神話についてざっくり紹介したいと思います。北欧神話とは大きく巨人族、神族、人間の3種族が登場する神話で、主にスカンディナビア諸島やアイスランドなどの北欧で広がっていたものです。その物語は簡単に言うと次のような物語。最も最初の世界は炎と氷に包まれていました。しかし炎と氷の狭間に一つの生命が誕生、それが現象の巨人ユミルです。ユミルは数々の巨人を創造し繁栄している中、氷の雫から一人の神が誕生します。神は巨人との子を作り、そこで一人の神がさらに誕生します。それが北欧神話における主神オーディン。オーディンは生まれながらに好戦的な性格をし、なんとユミルを殺してしまうんです。そしてオーディンはユミルの体を使って天空や星々、大地に川などを作ります。そして最後に宇宙の中心に世界中ユグドラシルを創造。そしてオーディンはさらに世界を9つの区分に分ける。そして自分たち親族はユグドラシルの頂点に近い区画、そしてその下にはユグドラシルを削り、人型の人形に命を吹き込み作った人間を住まわせ、ユミルを殺した恨みを恐れていたことから巨人族を辺境の地へと追いやります。そして人間の中にはオーディンが与えた特殊な能力を持った英雄たちが誕生し、強力な巨人族を抑えるのに最強の雷神トールが守りについたりしていました。こうして小さないざこざはあれど、つかの間の平和が続くというのが神話の概要となります。そしてここまで説明してきて、北欧神話に登場するキャラクターは漫画やゲーム、映画などが好きな人なら、あれ名前どっかで聞いたことがあるという方が多かったのではないでしょうか。そう、北欧神話は数多くのエンターテインメント作品に影響を与えている神話の一つなんです。そんな北欧神話は13世紀になるまでほとんど口伝で言い伝えられてきました。そして北欧神話を口伝で広めていた存在がバイキングたちだと言われています。そしてバイキングとは
高度な航海技術を持った交易商人だったり、未知の土地を渡る開拓者たちなんですけども、海という過酷な環境の上で生きているので、他の商船などを襲ったり略奪をしていたんです。簡単に言うと北欧の海賊たちのことです。そしてバイキングの風貌は、角のついた兜に屈強な体、酒と肉を食らう戦士のような姿だったとされています。そう、まさにワンピースに登場するドリーとブロギーを彷彿とさせます。つまり小田先生は、北欧神話、バイキング、そして巨人族をモチーフにエルバフという一つの世界観を再構築しているんです。それでは実際にエルバフと北欧神話につながりは具体的にどう描写されているのか、ここでは5つの共通点を紹介していきたいと思います。まずエルバフと北欧神話の共通点の一つが、巨大な木と世界中ユグドラシルの存在です。先ほども話したように、北欧神話において世界中ユグドラシルは神話においても最も重要な大樹です。そしてそんな北欧神話と浅からぬ縁があるエルバフにも大樹の存在がほのめかされています。それがビッグマムの回想シーンの導入として描写された865話、エルバフのあるウォーランドには島をもはるかに超える大きさの巨大な木のようなものがそびえ立っているんです。続いてエルバフと北欧神話の共通点の2つ目が、エルバフの戦士と勇ましく武田くしい神話の存在です。しかし我らが戦士たることを忘れてはならぬ。作中によってエルバフの戦士は誇り高く生まれながらの戦士とされています。そんな戦士が住むエルバフは世界一の強国と歌われるくらいなんです。対して北欧神話もですね、血の気の多いバイキングたちが好んでいた通り、まさに戦いの神話でもあります。そして神々はもちろん、そこに登場する人間、そして巨人族たち、多くの人間たちが日々戦い合う描写があるんです。つまり勇ましく武田くしい神話というのが、まさにエルバフと共通していることがわかります。続いてエルバフと北欧神話の共通点の3つ目が、技名と武器です。エルバフの戦士たちは大技を出すときにですね、こう語っています。エルバフに伝わる巨人族最強の槍読みを。第129話でドリとブロギーが破国を放ったとき、それぞれの武器はですね、斧と剣だったのに槍と表現していましたよね。そしてくしくも幼少期エルバフで過ごしたビッグマムを似た技異国が使います。喰らえよエルバフの槍。そして第874話でビッグマムの武器はナポレオンでしたが、やはり槍と言っていますよね。そして極めつけはハイルディンが自身の必殺技を見せた第770話、そのタイトルにもまたエルバフの槍でした。そして第770話で見せたハイルディンの技がグングニルだったんです。そう、詳しい方はもうお気づきかもしれません。このグングニルというのは最高神オーディンの持つ槍であり、一度放たれたら決して的を外さず敵を打ち破ったという伝説の武器なんです。つまりエルバフの槍とは北欧神話に登場するグングニルを暗喩していて、必ず敵を打ち滅ぼす必中必殺の槍という意味が込められていることがわかります。続いてエルバフと北欧神話の共通点の4つ目が、天上の神が巨人族を追いやることです。先ほども説明した通り、北欧神話において巨人族はオーディンによってですね、辺境の地に追いやられていました。さらに立場もオーディンたち神族、そして神族によって作られた人間、その下の立場として巨人族がいるんです。そう、まさにワンピースの作中においての巨人族の立ち位置と同じなんです。相場だよ、人類売買、対象人類は犯罪者および世界政府非加盟国民とする。巨人族男5000万ベリー、女1000万ベリー。第501話で奴隷たちの相場表が出ていましたが、巨人族も奴隷の対象となることが判明しています。さらにエルバフはですね、世界政府非加盟国です。つまり神族を天竜人、人間を世界政府加盟国民とした場合、北欧神話と同じ図式が成り立つんです。神族大なり人間大なる巨人族、天竜人大なり加盟国国民大なり巨人族、どちらも最底辺の地位として描かれていることになりますよね。そしてエルバフと北欧神話の共通点の5つ目が、登場する一部のエルバフの選手たちの名前です。ほとんどのエルバフの選手たちは往年のプロレスラーたちからですね、名前を取っていると思われますが、一部のエルバフの選手たちはそのまま北欧神話から取っているパターンがあります。まず一人が麦わら大船団新巨兵海賊団の高一点ゲルズです。ゲルズは北条神フレイの妻となった巨人の女性です。余談なんですけども、フレイはですね、女神の中で最も美しいとされる女神フレイヤの兄。二人目は元巨兵海賊団船長にして世界最高齢の戦士で巨人族の英雄である山ひげのヤルルです。ヤルルは北欧神話を書物にしたリーグの歌に登場する人物の名前です。ちなみに王侯という意味があり、まさに団長の地位にいたことと欠けていることも考えられます。これらの5つの共通点からも、エルバフや巨人族の考察を進める上で北欧神話は非常に重要な要素となるんです。続いて2つ目の重要な要素、ユミルについてです。先ほどエルバフと北欧神話の関わりからも明らかになった通り、巨人族の設定を考える上で重要になってくるのが北欧神話。つまり巨人族全員から崇められているような存在も北欧神話に登場しているのであれば、その存在がワンピースにも登場する可能性が高い。そして北欧神話に登場する巨人族の神のような存在こそが原初の巨人と言われるユミルです。しかしユミルと聞くと、最近では進撃の巨人でも使われていましたし、そのまま全巨人族の頂点がユミルというには、どう
どこか安い考えではと思うと思います。ただここまでの動画を思い出してみてください。グングニルという技やヤルルという名前にロキという王子、ワンピースに登場するキャラや技は北欧神話からどれもそのままの名前で描かれています。よって尾田先生が全巨人族を崇める神としてユミルをそのまま登場させる可能性もあるんですけども、ユミルをモチーフにしたワンピース独自の神を登場させる可能性の方が個人的には高いと思ってます。さらにですね、北欧神話で描かれているユミルとワンピースに登場する巨人族にも関係があると考えられるあるキャラクターを見ていくことで、ワンピースの世界の中でも全巨人族の始祖がユミルであり、全巨人族の神になっていると言えるんです。そんな重要なキャラが古代巨人族魔人オーズです。氷の国にてあいつの死体を見た時は身震いがして止まらなかった。第456話、モリアの口からですね、オーズの死体を発見したのは氷の国であると分かっています。そしてなんと全巨人族が崇める存在として考察しているユミルですが、北欧神話のユミルはニブルヘイムという氷の国の霜から誕生した巨人です。氷の国という一つの点と点がつながってきましたが、これだけではありません。ここからユミルとオーズというキャラに散りばめられた点と点を一気に回収していきます。まず注目したいのがオーズの出身地。オーズの出身地はなんとノースブルーということが判明済み。そしてノースブルーの気候に関して第1064話にてハードの海賊団であるシャチが次のように説明しています。ノースブルーの極寒地層地なめんなよ。さらに第19話でバギーとシャンクスが北極か南極のどちらが寒いかという言い争いがありましたが、なんとかなり経った後の967話でも2人の全く同じ会話が描かれています。あの伏線の天才である小田先生が意味のないセリフを2度も書くでしょうか。さらに第257話ではニカの力を宿しているルフィが北の島は寒いという歌を歌っています。つまりノースブルーは総じて冬島気候で、オーズの出身地はオーズが死亡した氷の国、もっと言うと氷の国こそが古代巨人族の国と言えます。何よりオーズが初登場した第456話のタイトルは氷の国から来た魔人。そして先ほど言いましたが、北欧神話の原初の巨人ユミルは氷の国から生まれた存在、そして多くの巨人族はユミルから生まれた存在です。もう言いたいことが分かってきましたよね。オーズたち古代巨人族の国氷の国は全ての巨人族の始まり、古代巨人族の王ユミルが作り上げた古代巨人族の王国であり、そこから世界中に巨人族が繁栄していったんです。そして古代巨人族と巨人族が血縁関係なのであれば両者のサイズが違いすぎないかと突っ込みたくなる気持ちも分かるんですが、実際に巨人族の血を引いているバッカニア族はサイズダウンしていますよね。よって古代巨人族と別の種族が混ざって生まれた存在が巨人であればサイズダウンしていても何ら不思議はありません。また北欧神話ではユミルから派生した巨人族を下の巨人というくくりに分けてるんですけども、その下の巨人の王子の名前がなんとロキ。複雑にもいろんな要素が絡み合ってきてるんです。先ほども取り上げたんですけども、エルバフの王子の名前もロキですよね。つまりエルバフの設定が北欧神話をモチーフにしているのであれば、王子ロキの存在こそが現代の巨人族は古代巨人族のユミルから派生したことの証拠であり、全巨人族が崇拝する主神は古代巨人族の王ユミルであるということが言えるんです。では最後の重要な要素である太陽の神ニカと北欧神話についてです。マザーが奇跡を、いいえ、太陽の神が全てを治めたのよ。ガバババ迎えに来たぞ麦わら、ギャ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 太陽の神よ。第867のマザーカルメの発言では、エルバフでは太陽信仰がされていること、そして第1106話のドリーとブロギーの発言から、エルバフの太陽の神が間違いなくニカであるということが明確になりました。ここまでの考察のように巨人族の始祖にユミルという存在がいるのであれば、主神として崇められているというのは非常に納得ができることですが、では逆に太陽の神ニカはなぜ巨人族から崇められているのか。実は今まで明かされていなかった太陽の神ニカのモデルが大きく関わっています。これまで太陽の神ニカといえばそのゴムの体質や外観、ルフィの大技バジラングガンという名前からハヌマーンだと語られていますが、それと同時に古代エジプト神話に登場するラーなども同時にニカのモデルの要素として考えられます。そして実際に世界中の太陽の神は存在しており、ワンピースの世界でもルナーリア族やシャンディアの人々、巨人族や魚人族など多くの種族がですね、太陽の神を信仰してますよね。つまりワンピースオリジナルの太陽の神ニカに関しても世界中の神々がモチーフになっているんです。そしてそのうちの一つが北欧神話に登場する炎の巨人スルトです。ここで考察動画をよく見られている皆さんであれば、北欧神話にはですねソウルという太陽の神がいるからモチーフにするのであればソウルなんじゃないと思うかもしれません。しかし北
北欧神話に登場するソウルは、ムンディルファリという巨人の男が自分の娘が美しいことから勝手に太陽を意味する名前をつけたことで罰として太陽の運行を課せられたという背景があります。よって人々に崇められていた存在と言われるかというと微妙では、なぜ炎の巨人スルトが太陽の神ニカのモチーフと言えるのか。まず重要になるのがですね、先代の太陽の神ニカの覚醒者ジョイボーイです。太陽の神ニカの力を使って20の連合国と戦ったジョイボーイなんですが、第906話ジョイボーイが被っていたと思われる巨大な麦わら帽子が描かれてましたよね。その麦わら帽子のサイズはまさに巨人族が被っていたと思われるほど巨大なものでした。さらに、この船は俺たちが引くために作られたんだ。第648話、約束の船ノアはですね、超巨大生物である海王類が引くために作られたと言われています。そしてその後、同じく第648話ではノアを直すにはある一族の力が必要になってくると発言していますが、ノアのサイズを考えると浮かび上がってくる一族はやはり巨人族。そしてノアに関係する重要人物は、先代の古代兵器プルトンを継承した人魚姫と、人魚姫に手紙を渡したジョイボーイです。ここでも巨人族とジョイボーイがつながってきます。さらにですね、すまないジョイボーイ。第1111話で動き出した900年前の鉄の巨人はジョイボーイの名前を口にし、そのサイズは巨人族をはるかにしのぐサイズです。加えてかつてジョイボーイの仲間であるズニーシャも巨大生物。ここまで言えばですね、もうジョイボーイの種族は何なのか言ってるのも同然です。そう、かつてゴムゴムの実を食べたジョイボーイは巨人族です。そして太陽の神ニカのモデルと思われるスルトは巨人であり、ラグナルクという戦いにおいて持っていた炎の剣で神々と神々が作った世界を焼き尽くし、その結果新たな世界を作ったと言わされています。ここで第576話で白ひげが残した遺言を思い出してください。血縁を断てどあいつらの炎が消えることはね、戦国お前たち世界政府はいつか来る、その世界中を巻き込むほどの巨大な戦いを恐れている。興味はねえが、あの宝を誰かが見つけた時、世界はひっくり返るのさ。この白ひげの発言は、今考えるとルフィが世界中を巻き込む巨大な戦いを巻き起こし世界をひっくり返すということを予言してるんですが、これはまさにラグナロクでのスルトの行いとリンクしています。さらに白ひげはここであいつらの炎という風にわざわざ炎について言及。これは何かの偶然でしょうか。加えて現在の太陽の神ニカの継承者ルフィはゴムゴムのレッドホークやゴムゴムのレッドロックという炎の技や、ギアサードでは巨人族をモチーフにした技を基本使っています。続いて注目してほしいのが、たびたび描かれている太陽の神ニカのシルエットです。太陽の神ニカのシルエットは第1018話で初めて描かれますが、そこで太陽の神ニカは槍と刀を手にしてるんですよね。そして槍と聞けばやっぱりエルバフの戦士です。第129話ではエルバフに伝わる最強の槍ハコクが描かれていたり、ハエルディンがグングニルという技を放った第770話のタイトルはエルバフの槍。槍という点でも再びですね、太陽の神ニカと巨人族が結ばれます。そしてニカの剣についてですが、ここから衝撃の事実です。準備は皆さんよろしいでしょうか。実はここまでニカのモデルと言ってきたスルトのメイン武器がなんと炎の剣と呼ばれているものです。そしてラグナロクで世界を焼き尽くしたのがこの炎の剣から放たれた炎なんですけども、この剣に関して太陽のように輝く剣という見方もされているんです。そう、ニカが持つ剣はですね、スルトが持つ太陽のように輝く炎の剣をモチーフにして作られたもので、北欧神話に登場する炎の巨人スルトこそが太陽の神ニカのモデルの一人なんです。そして北欧神話でスルトはユミルの派生の巨人とは別とされており、突如として南の火の国から現れて神々と戦ったとされています。そしてワンピースの神といえば世界貴族天竜人、空白の100年の時のジョイボーイと世界政府、そして巨人族の関わりが全てつながって判明します。先代太陽の神ニカであり巨人族であるジョイボーイは全巨人族や他の種族のために連合国と戦った英雄的存在であり、ユミルと同じレベルの神として見られていた。そして遠い未来、ニカの継承者が再び現れ巨人族やいろんな種族を救うと言い伝えられてきた。だからこそ巨人族は英雄的存在巨人ジョイボーイこと太陽の神ニカの原初の巨人ユミルと同等の立ち位置の神として崇められているんです。今後かつての巨人族の英雄であるニカの力を覚醒させたルフィに全巨人族が協力し、ルフィ側の勢力として巨大な戦いに挑むでしょう。という感じで考察してきたんですけども、皆さんどう思いますでしょうか。ぜひともコメント欄に記載してもらえればなと思います。